房総の、イチョウが綺麗になりました。こういう感じで ね、紅葉じゃなくて黄葉って言いますよね。こっからパーッとしていくんですけど、ちょっと育ちすぎちゃったんでひっくり返らないかね、心配してるんですよ。やばいですよね、これも。このヒバは土地でこう分かれていって、で切ったんですけど、またこんな育っちゃって、やっぱりこれはちょっと大規模なね剪定をしなきゃいけないかなと思うんですけど、まあ、樹木の場合いろんなその質があるんですが、これってあんまり根を深く張らないタイプなので、風が吹いてわーっていくと怖いんですよね。でかたやこのイチョウって不思議でですね、どうも根の方を見るとくっついてますけど、本当に1本だったんだろうかとか、まあ、この間紹介したあそこの秋組ですけど、あれはこのカメラマンが間違えてですね、苗を7本も一緒に同じところに植えちゃったっていう不始末をやらかしたようになったんですけど、知らなかったっていうんですね、バカですよね。だから本当は点々点と植えていくやつが1箇所に全部植えてあるんですね。でもあれをもし点々点と入れたらとんでもないことになってるんで、まあ、やっぱり植木もね、計算してやらないといけないですし、まあこの苔もね、実はここで苔全然なかったんですよ。僕はこのイチョウの周りに10年ぐらい前にイチョウの周りに、取ってきた、そこから取ってきた苔をこうちょうどここですよね、このベルト状に10センチぐらいのベルトで敷いておいたら、今やこういうふうに苔がだいぶ広がっていきまして、まあ赤沢ビリン見に行った時にちょっと刺激を受けたんですけども、でもね、この五葉松が枯れちゃったんですね。完全に枯れましたね、これ。これでシージエンドですね。来年出てくりゃいいんですけど、もう出ないですよね、多分。わからない。理由は全くわかりませんが、毛虫が散々ついてたんで、樹勢が下がってたのかもしれませんね。まあね、こういうふうに、あっけないですよね。やっぱり根だと思うんですよね。で今年はカリンが結構なって、どうしても取れないカリンが2個残ってますけど、先日突然母から電話があって、なんだとびっくりしました。あの時はびっくりしましたね、何かあったのかと思ってですね、冗談かかってくる。あのねって言うから、どうしたんだって言ったら、あのねカリンがあるでしょ、誰にもあげないで。いや、あげやしないよ。何って言ったら、全部私がもらうって。いいよあげるよっていつもいろんな人にもらってもらうけど、何すんのって、薬を作る。あ、そうですか、生への執着素晴らしいですよ ね、こうじゃなきゃいけないですよね。そういう心がね、やっぱり長寿を生むと思うんでね、大事だと思うんですけども、執着ですね。まあこの剪定が今できなくて人手不足です。だいぶ前から頼んでるんですが、いけないっていうことでですね、どんどん木は育つ、枯れるやつは枯れるし、まあ、これで松が2本枯れて、去年これが枯れて、これ切ったんですね。これも毛虫が散々ついた松でした。虫がつくっていうのは、いい場合と、その極端にたくさん寄生するってやつは、ね、キー信号の表れですよね。でもう2本あるんですけれどもね、まあ植えるまでもねないんですけど、ちょっとすっきりしましたね。でここにあったシュロはね切ったんです。植木屋さんに頼んで切ってもらいました。かわいそうだったんですけど、ちょっとやっぱり育ちすぎたのとちょっと庭に合わないっていうこともあって、ごめんなさいしました。いろんな話をするわけですけども、こういうふうにですね、この流絶蘭がまたここに生えてきて、なんでかなと思うわけです。なんでかな、別に植えたわけでもなんでもないんですが、芋が残ってて出るんですね。でここにいるときはこんなあんなに群生化しなかったんですけど、ちょっとずつ持ってったらドカーンと花が咲いた。まあ2009年ですね、5代目レガシーがデビューした時に、この流絶蘭が突然ここで ここに生えたやつです。ここに生えたやつが白い花を咲かせて びっくりして、
でこれはあの柔術団の開花とレガシーの開花っていうのはつながるって思ってたら本当にです本当につながって今のスバルを形と作ってるわけですけども、なかなか大変だなと思うんですね。日本中みんな大変ですね。混乱してます。まあガソリン車がなくなるっていうね、勘違いもあるし、なくなるんじゃないと思うんですけども、とりあえずシフトしたりこう舵取りを変えていくわけですが、その舵取りの方向をどっちへ持っていくのかっていうのが難しいんですね。実はここも、さら地にしちゃうっていう、まあ、舵取りもあったわけですけども、さら地にしちゃうと元に戻らないんですね。で、僕はさら地にすることをまあ、嫌がって、こういうふうに残したんですけども、おかげさまでね、潤いのある空間はできてるんですけども、商売で考えたらどうなのかなということも、それは指揮者の目から見ればねあるかもしれません。でやっぱりその途中で方向の変えれることともう変えれないことがあるので、そこをこうどう正しくね丁寧に見て、羅針盤を描くかということは大事だと思うんですけども、最近その情報伝達もめちゃくちゃになってますし、この間何度も言うようですけども、東京のね TOC 東雲ですか、あそこで会議をやって、まあ一生懸命ね、もちろんこれ変な揶揄してるわけじゃなくて一生懸命やってるんだけど、なかなかいろいろ神経使ったりするんで元気がないように見えるだけで、元気がないわけじゃないんですよってね、ちゃんと連絡もらってね、ね、笹川部長ありがとうございました。それは大事なんですけれども、どう混乱してるかっていうとめっちゃくちゃですね。まあ例えばここにですね、これはもう社外費って書いてないからね、社外費のことは僕は約束かぶらないけど、社外費って書いてない。なぜかって言ったらですね、これ2023年10月14日土曜日大本営通達ですね。戦争中みたいですね。大本営ですからね。でここに社外費って書いてあったらダメなんですけども、もう社外費でも何でもないですね。要はもう1ヶ月近く前、ね、3週間か、ね、今日土曜日ですから、先月の14日、ね、ちょうど、まあ、東京へ出張した前後か、あ、違う違う、感謝デーの準備に明け暮れてる頃ですよね。スバル BRZ C タイプ一部 OP の受注終了ですよ。ね、受注終了に伴う今後のご注文対応についてというね、こういう発表があったんですけども、なんと、ね、これ届いたのはおとといの夜の17時58分です。6時ですよ。これこの時間に、うちの営業にこの大本営発表が届いたと。僕は見てね、今月の20日えらい急だなとね、終了ですからね、中止じゃないです、終了ですから、一部 OP の受注終了。だって BRZ って8月24日から注文してもいい、ね、ささやきしかダメなんですよ、ね、こういう車が出るってカタログもないし、カタログミスじゃダメで受注だけ取っていい、ね、でオーダーが可能になってて、発表は9月の22日ですよ、ね、9月22日ですからもう一月半前でしょ、ね、その時に、発表した車が、ねね、その1ヶ月満たないうちに、もう注文を受けません、ね、ただしその注文を受けない時はいいよ、注文を受けない時はもうちょっと先なので11月20日なので、まあ、それまでは受けて、そこでまでは作ってあげると、ね、それ以降はダメですよと。BRZ というスポーツカーですから、そんなにね、クロストレックほどガバガバ売れるわけじゃないのでいいんですけど、まあ10月14日に発表なら少なくともね、2、3日後に、届かなきゃいけないものが、そんなね、その月のね、もうあと2週間しかないわけですから、2週間ないのか、2週間あるな、今日が4日ですか、16日か。まあね、そういうものが来るっていうのはもうね、やっぱり、
人をバカにしてるとかとかそういうことじゃなくて、もう混乱しちゃってるんですよね。まあこの間もちょっとあまりにもね、ひどい習字だと思ったので、ギフスバルのね清水部長を思いっきり指摘したんで、みんなにね驚かれましたけどね、それは本人が気がついてないだけでね、ダメなことをやられたらダメって言われないとわからない人もいますのでね、僕は本気で怒ったんですけども、まあ本気で怒ってわからなきゃもうダメですよね。あのこれこういうそのまあブレンボの車が納期が長期化するかもしれないね、たとえ注文してもですね、それでもいいからあのいいっていう人だけ20日までは注文すれば、まあ注文を受けた分については何とかやりますよと、こういうことですね。でお金さえ払っちゃえばいいですよね。ねお金払っちゃえば、もし向こうの都合であの売れませんってなったら、ね契約法上ね支払ったお金は倍返しになりますからね。ですからそういうことをまあ承知の上でこういうあの戦略を持っていかないと今はなかなか難しいと、ね、いうことなんでしょうね。まあだって BRZ に関して言うと、この前もこういうことがありました。トヨタがあのオレンジ色のやつを仙台限定で出してポーンと売り切っちゃったんですよね。でトヨタさん側はもうかなり納期がね、遅れるとかもう作れないよとかっていうことに実際なってるわけですから、うちも今度こういうことになって当たり前なんですけども、永久に作らないとはどこにも書いてありませんからね、そこは分からないです。この C タイプの出たばっかりのやつです。 STI スポーツね、それも STI スポーツの C タイプのみ、20日で終わりね、ブレンボ付きだけ、あとはあの大丈夫ですよと。まあトヨタがあの簡単にね販売中止に今しますからね、そういうあの影響も受けてるんでしょうね。まあ難しい世の中になりました。でなんで僕がですねあまりあの BRZ を最近あの新型になったからって言ってワイワイ言わないのかっていうとですね、あのことは簡単でして、やりにくくなったんですね。例えばそのこれまでだと僕の乗ってるあの R 赤いですね、あれ、まあ、また乗ってるんですけども、あのもうもうちょっと売る気がしないので、こんなことばっかり言ってちゃいけないんですけど、もう知らない人に売る気がしないんで、もう僕も今乗ってるんですね、あの相棒です、赤いあの最初の車で。要はあれがですね、今同じものを買おうとしても300万円なんですね。で300万円っていう金額が高いか安いかっていうのは決して高くないですよ。あのあんだけのスポーツカーが300万円で買えるんならもう御の字だと思うんですけども、あのそいつにまあ17万円出すと上のグレードが買えるわけです。17万円でね、317万円出すと、もうこれ6速の話ですけども、17万円出すとあの S になるね。で今度その S の STI スポーツ、ね、まあ、STI スポーツだから熱が入らないだけでね、僕はそれで熱が入らないだけなんですけどね、あの17万円払えば STI スポーツっていう、まあ、フロントに SFRD のダンパーがついてね、きちっと面白く走れるっていう、まあ、例のボルドーカラーの内装のものが出てきたと。で今回その中止だって言ってるのは、そいつのメーカーオプションですね、モップと言いますけど、メーカーオプションモップのあのブレンボー付きね、このブレンボが20万円でつくんですね。これはあのずっとカタログを見ていくとですね、ああとここですね、あ手中終了になる型式っていうのは、これ 8D の 2S7 と 2S8、 これはマニュアルか AT かの違いだけですね。でこのマニュアルか AT かの違いだけで、もうそのこの型式が、ね、まあ、注文できない20万当たり前ですよね。あのブレーキが20万円で買えるんなら誰でもそれを買うと思います。で、実はその随分今大変なんですね、
予防安全装置がついてますから、ブレーキの適用をですね、ちゃんとやるとすると、ブレーキのサプライヤー側がきちんと車両特性に合ったものを設定してくれないと、メーカーはそんなに簡単に作れないわけですよ。そうすると、これまでアイサイトのついたAT はあったわけですけれども、アイサイトのついた MT はなかったわけですよね。で、今度は MT にもアイサイトがついてバッと止まるようになったっていうことになると、それ用のブレンボを作らなきゃいけない。ですから逆に言うと、まあ過去のアイサイトのついてない、車には、まあ仮にブレンボを後でつけようとしたって、こんな値段ではつかない。で、それを知ってる人たちは、まあ新しい車になったので、もうちょっとね、ブレンボって高いかと思ってたら、まあ、この値段でつくのかっていうことになれば、まあ変わるのはね、当然だと思いますね。これは当然です。で、売り切れというか販売がね、もう、ね、なんでこれ持ってるかというと、間違えた言葉を使うといけないので、こういう時にですね、受注終了に伴う今後のご注文対応についてですからね、一部オプションの受注終了ですよね。で、 C タイプ今発売になったばっかり、9月に発表された BRZ の MT にしても AT にしても、ブレンボのついてる車だけもう11月20日で終わりです。そういうことになっていると。トヨタもたくさん売ったんでしょうね、多分ね、スバルよりもね。ね、はい、ということだと思いますけど、でさっき大変だって言いましたけども、これはトヨタついてるからやれるんですよ、あのスバリストの皆さん。ね、スバルの販売力だったら、こんな景気のいいことは言えないです。絶対言えないと思います。まあ、世界市場でスバルもだいぶ BRZ を売るようになったのでいいんですけど、日本市場の中ではね、やっぱりトヨタに追うところが大きいですから、もうちょっと僕もあのスバルスポーツです、スバルはスポーツのイメージですから、 BRZ たくさん売らなきゃいけないなと思うんですけど、なかなか思いにいかないんですね。で、思いにいかないんで、自分もあの新しいやつを下ろそうかと思ったんですけども、まあ社員にも止められるし、よくよく考えてみたら、大好きなチャイルサイトイエローはお客さんに売っちゃって、後でね、ああ寂しい思いをしてね。で、今のマニュアルシフトのね、イグニッションレッドもうわーってドキドキして持ってて、これ売っちゃったって言ったら、後でまた寂しい思いをして、もう手に入らないね。ですからちょっとね、今見合わせたわけです。 AT はいいですよ、別に AT は売りますけどね。やっぱりね、なんでブレンボがあのつくようになったかっていうことも含めて、あのメーカー一生懸命いろいろ考えてると思うんですけども、もうアイサイトのついてない車を作れないわけじゃないですか、ね、もうこれ作っちゃったら逆、あれ滑り込みでできただけで、今はアイサイトがないと、ああいうフルクラッシュがないと認証も取れないですよね、確か。ですからそれつくことは当たり前なんですね、つくことは当たり前なんですけど、走らせたらない方が楽に決まってますから、スポーツカーですからね、これがそういう意図を持って乗る車なので、 いくらこれはね、あのステアリングアシストはないにしても、いろんな足かせがやっぱり出てくるわけです、まあ、ブレーキ触れないとかですね、例えば膨張ケースが変わるんで、ステンレスメッシュブレーキホースなんて絶対使っちゃダメですから、そういうあのやっぱりなかなかね、あの柔軟性っていうのが、遊ぶ柔軟性っていうのが薄れてきますので、だからね、まあスバルとしても頑張ってブレンボ付きを出したんだと思うんですけども、まあね、真似した重量もなくなりますからね、まあ、そんなことで、いろいろとね、軽さは性能だっていう話にここから入ってきたわけですけども、あの軽さ性能で、昔は軽さにすごくこだわってたんですけど、最近はこだわらなくても良くなった。なぜかといったら、その税制が変わってきたとかですね、もちろんそのどこのメーカーも衝突安全のことを真剣にやってますので、重量よりもまずちゃんと5スターが取れるようになるとかですね、そういう海外であればあのトップセーフティーピックを取れるようにするとかっていう、そっちにプライオリティが回ってますから、
まあ、軽くするよりもそっちで、結果的にスバルは他のメーカーよりも相変わらず軽いということなんですね。が、まあその頃の車のようにあえて100キロ軽くしていくっていうのを狙った時代の、技術オリエンテッドなところとは違うんですね。ですからこれはこのターボ車に関してですね、ターボは旧 BH5 のターボに対して100キロ軽い、100キロですよ、100キロ。こういうところがねスバルのやっぱりすごいところだと思うんですよね。その、まあ、遺伝子が脈々と生きてます。でこれは100キロまではいかないです。これはNA ですのでね、100キロまではいかないんですけども、まあそれでもそこそこ軽くなってる。で今なんかチクンってした、刺された。でこういう距離が少なくてですね、もうピッカピカのね、ピカピカの車があるわけですよ、ね、ピッカピカの車をやっぱり軽さ優先で乗りたいっていう人も今多いですよね。ね、あえてこれに乗りたいって思うわけです。でそれを合うわけじゃないです、合うわけじゃなくて、やっぱりわーって飛びつく前にちょっと冷静に考えるっていうことが必要ですよ ね。だからね、ダメですよ、もうあの BRZ のね6速に、アイサイトがついちゃってね、だからついてない頃のね、6MT が欲しいからなんてね、これはついてない、ね、だからそっちを買うんだなんてね、バカなこと考えちゃダメですよ。やっぱり安全性ってのは大事ですからね。ただその上で足かせもつくというね、足かせもいろいろつくと、ここに自動車のね奥深い価値苦労があるわけですよ。価値苦労がね、自動車はね人間の相棒なんですね。こう中にね合体してね、一体化して操作するわけでしょ、まあ、この間あのツバメインダストリアルっていうところのガンダムみたいなね作業車を見てきましたけども、ついに出てきたかと、ね、ついに出てきたかと。本物はね背中にロケットしょったりしてビャーって火吹いて飛ぶわけでね、これもねまたもう男の子の喜ぶことはこの親父の世代と、ね、今の、まあ、ガンダム世代もそうですけども、結局ですね変わらない。背中に 火を吹くやつをとか、手から火を吹くやつで空中に浮かんでですね、であの巨大なロボットの中に乗ってこいつを操るとかですね、それで物をぶっ壊すとかですね、これは本能なんでしょうね、男の ね。だからあの僕の子供の頃は鉄人なんですよね、そんなガンダムとかっていうわけで、鉄人28号、ね、なぜ28号っていうのかよくわかりません。知ってる人がいたらまたねコメントください。詳しい人きっといると思うね。だけどその28号っていう語呂がいいんですよね。ね、トゥーンと飛んでく鉄人28号って言ってね、この中にねあのスポンサーの名前がね挟み込まれるからすごかったですね、当時はね。ね、いろんなスポンサーがね、ロッテがマグマ大使でしょ、あれも確か飛ぶんですよねロケットになってでそのツバメさんの作ったあのガンダムはあの4億円だそうですけども、で4億円のそのガンダムタイヤがついてるんですよ、ですから、ね、タイヤでこう移動だけはねやっぱり、まあ、タイヤ、ここがねよりその現実的で良かったですよね、さあその男の子はみんなああいうものを喜んで空を飛ぼうとするんですけども、でスーパージェッタってやつもありましたね、スーパージェッタ、もう少し現実的なやつがあのマッハ号ってやつでね、この車検でそういうことを使ってるところです。あのマッハ号もね面白かったんですよ。マッハ号はね、なんで面白いかっていうとね、絶対ありえないことをするわけですね。例えばビヨンってあの
バンパーの後ろからこのジャンプ台っていうかこうね、デーンって出てね、ピューンってクラッと飛ぶけど、ありえんやろってね、絶対にそれはありえんやろけれども、飛ぶっていうのがすごいし、あのリズモ号っていうやつがね、そのボンネットの蓋がピューって開いて、ピューンって飛んでくるんですけど、走りながら無理やろとかね、思いながらね、それからノコギリが出てきて、あの剪定するように行き先の枝を切るんですけど、そのアームじゃ折れるやろとかですね、突っ込みどころ満載なね、そのここにこうやって押すんですけどね、マッハ555ね、ああ面白かったですよね。もうその予報映が来るのがもう待つのが楽しみで楽しみ、あの頃はもうそろそろカラーになってましたんでね、鉄人28号はね白黒でしたけどね、そんなあのこうね、いざねこう車にねこう合体してあの運転するようになると、免許持ってない頃は免許持てないね、免許持って三内運動っていうのがありましてね、取らない持たない乗らない四内か、取らせないもあったのかね、四内運動か、それはしょうがないですよね、悲惨な事故が起きたのでそうなるんですよね。あのこの地元でなんで悲惨な事故が起きたかっていうと、確かに工業高校さんの生徒だったと思うんですけども、2年生だったのかな、僕よりもちょっと上の人なんですが、ビャーって走ってる時に何かに引っかかって首が取れちゃったんですよ、ヘルメットごと。でそれはいかんということで、その直後からもう取れなくなったんですから、僕はだからその直前16歳で原動機の免許を取りましたんで、まだ大丈夫だったんですけど、その高校生が首が取れたっていう交通事故の後ですね、そういうことがありました。やっぱりね、無気味で乗ってますから危ないですよね。僕も一言じゃなくてですね、この道路がまだこのバイパス造成中で、そこの中に入り込んでバーッとバイクで走ってたんですよね。で通れないようにロープが敷いてあったんですよ、見えないんですよね。でおーって近くで見てブレーキかけたんで、ここのとこに当たってうえーって止まったんですけども、あれぶっ飛ばしててここに当たったら首ちょん切れますもんね。だからそれはやっぱりあのやっちゃいけないことをやってた、自分のリスクの、あの逆にいけないことをやってたわけなんでね、自慢になることでも何でもないですけど、首が取れるんですね。ね、だからね、あのそういうことがあって、まああの、免許取れないね、そういう時にこの間の L1 ラリーでね、JK のラリードライバーが出てきたのにびっくりしましたね。非常にあの理解力のある高校ですよね。高校生で18歳になって即免許を取って、ですぐラリーに出たと、大したもんだなと思いましたけどね。いろんな、ね、人が世の中にはいるので、ね、すごいなと思います。まあね、そんな話はさておいて、この軽い車の話をする前に時間が刻々と迫っておりますね。今日はあの BP 型のレガシーに乗るとなんでこんなにいいんでしょうかと、この間うちの営業の大宮も言ってました。でこのしっとり感とそのたまらない何かね、サムシングが、ね、あるっていうね、開発投資額だと思います。はい、もう単純に開発投資額ですね。こういう贅沢なことはもう二度とできないと思いますね。その結果がこの車に出てるという、ね、すごい置き土産をね、してくださったもんですよね。もうこれは作品ですね。でこの車は2リッターの NA の DOHC ですから、まあ、当時この頃の社長だったあの竹中恭二さんがね、今でも覚えてます、僕の目の前で、ね、全国スバル販売店協会のね社長の挨拶のところで、今度のレガシーはいいです、ね、軽くして良くなったっていうこともありますけど、特に NA の DOHC エンジン、こいつはすごくいいですってね、乗ってみてくださいっておっしゃったのがね、今でも顔も思い出します。喋ってる角度から全部思い出しますけどね、まあその通りの車なので、まあ、比較的ねこの 20R っていうのはずっとあの不人気だって言われ続けてきたんですけども、多分それそうですよね、あの早く炊かなきゃいけない NA ですからね。でもね味が濃いんですね、うまいものが
うまい、ね、美味しいものは美味しいんですね、味が濃い。まあそういう車にね、こう時折ね巡り合えてこうお客様に紹介ができるので僕はね本当に幸せだと思ってるんですけども、まあ、今日もいろんなお客さんに来ていただいて、いろいろありがとうございました。とにかくいただいたもののこのリストをとりあえずきちんと皆さんに報告をさせていただいた上で改めてお礼をしなきゃいけないということで、今日のブログはそんなのを映ってみましたけれども、まあ明日もまだ、祝日がね、明日日曜日が祝日なのでね、連休が続きますので明日も精一杯頑張っていきたいと思います。じゃあ今日はここで終わろうと思います。ありがとうございました。